東京都知事選挙に立候補しております石丸伸二より皆様へ魂を込めたご挨拶をさせていただきます。お願いいたします。改めまして皆さん、本日は金曜の夜にもかかわらず多数お集まりくださいまして本当にありがとうございます。まずこのイベントですよ。1400人が入るホール、限られた時間の中で場所を抑え、そしてこの会の企画をし運営を実現する、凱旋を終えてここに着いて控室に入ったら台本が置いてあるんですね。その台本ですら作るのにどれだけの時間がかかったのか、本当に多くの皆さんにお力添えをいただいて今ここに立ってます。ボランティアスタッフの皆さんをはじめ、何よりも今日ここにこうして会場にお越しの皆さんもきっといろいろな形でご支援をくださっている皆さんばかりだと思います。そんな皆さんに向けて私から感謝の気持ちを送らせてください。改めて皆さんご自身に盛大な拍手をお願いします。ありがとうございます。涙が出るからほどほどにしてください先ほど和田市長と藤川の方からまだあと1日あるぞという掛け声をいただきました。さっきこの YouTube のライブ配信の画面を覗くと5万人の同説がありました。プラス1400、すごい力ですね。これだけあれば東京、いや日本が動くなと感じます。そこで最後にダメ押しの作戦を伝えますいきますよ。今日今これをオフラインでオンラインで聞かれている皆さん、この後寝るまでに皆さんが特に信頼を置く5人の方に同じメッセージを伝えてあげてください。石丸伸二推してるんだよね、リンク。このメッセージを以下同文これでいくと、もちろんずっと5人ずつは回らないんですけど、5人行って4人行って3人行って2人行って1人、5の会場ですね。これで120倍になります。5万1000人の120倍、600万人。これで600万人が動くのでこの作戦は完成します。でもその力は本当に皆さん一人一人が持ってる力なんです。私自身演説の中で話もしますし、先ほどお言葉の中にもありました期待という言葉、でも期待、それは何よりも皆さん自身のそれぞれの中にある力のはずです。何よりもまず自分自身に期待をしてみてください。その力は決して小さくないはずです。今このステージの袖でいろんなお言葉を
拝聴し、魂が震えました。本当に志を同じくするそういう人たちとこの選挙を通して出会えたんだなと。いや、選挙ってやってみるもんだなって本当に今も実感してます。この力を持って東京を動かしましょう。そして日本を動かしましょう。まだまだこの出来事に気づいてない人はいるかもしれません。ぜひ知らせてあげましょう。年齢の話が出ました。石丸真二今41歳です。ケネディの年齢も出ましたね。でも私の中で一つすごく印象に残っている年齢があります。34歳。そう、ナポレオンが皇帝になった年齢です。それに比べたらなんてことはないですね。41歳の都知事、むしろ遅いぐらいです。これまで日本は失われた何十年と言われ続けてきました。しかしこれ以上失うわけにはいかないんです。このままの日本で持つわけがない。多くの人がもう気づいてるはずです。そしてもうすぐそこまで次の世代が来てるんです。諦めてる場合じゃないんです。私たち世代がきちんと責任を持ってこの国を立て直し、そしていい形で次の世代に渡してあげるしかないんです。そのための選挙だと思ってます。ここで決着をつけましょう。まずはここからみんなの力で日本を立て直しましょう。あと一日、みんなの力で東京を動かしましょう。